私も今日は徹夜明けなので。ちょっと目がシベリアかもしれないですね。目がシベリア、懐かしいですよね。来たーっていう CM です。知らないコメントがいっぱい今ついてるんじゃないかと。ちょっとあれですね、これね、回っちゃうんでいい感じにいきませんね。これいくらやってもうまくいかない。でしょうがない、これ横に移すしかないですね。今上下左右で動かしてる時にもし BGM をつけるんだったら、あのマンボウ上じゃなくてこっちにして一旦横へと履けます。履けた後に今一度ビーって上げると。はい、これでつながりました。上の階がつながりましたと。でさらにですね、あっちに行きたいんですよ。なので渡ってからの、あべ、スイッチがねえ、どうしようと思ったら、ここにアランキック、はい、はしごが降りますと。最初から下ろしておけよと。これでスイッチが上がると。ビーン、でてでてでて、よし。で、スイッチが、いい位置にまでやったら、この便利な鉄骨の橋を渡って終了。やべえな、今回グダグダですね。今一度、アランダイナミックキック。キモ粉々だぜ。さて、またミラー峠に行くために、これはまたロープウェイですね。これはやだやだ。もう来てますね。多い多い、めっちゃ多い。すでに来てますけども、ちょっと一旦ここで休憩しましょう。ピッピッティッ、ここで一旦小休止した。ふう、相手ちょっと小休止したら、クリアガンケーブルカーか、最高だね。発煙筒を持ってケーブルカーを乗ります。行くよ。ちょっとフレアガンは温存しましょうか。カラスの襲撃が来そうですね。来る前に封じときましょう。発煙筒を追ってから離しちゃえばもう銃も撃てますし、ライトも使えるんです。持ってるとライト使えないけど、あ、発煙筒落っこちちゃったやってて持ってよ。本当に足元に起こってれば結構持つんですけどね。マジ量が半端ねえな。はい、帰ってたかな。今んとこまともにケーブルカー動いたことないですよね。おっと、敵です。ライフ撃っちゃうもんね。強い。木がナイスなディフェンスをしてくれました。
さすがのアダムもびっくりしたみたいですね、今のはね。またここで小休止しましょう。リボルバーの弾、うん、弾いっぱい余ってんね。今回はね、結構弾余ってます。たまたま気味です。焼却炉。何か燃えてますね。何が燃えてるのかな？おっと、これは。敵が出てきそうな雰囲気。ちょっとまずいですね、これは。囲まれてます。よし、いっぱい出てくるポイントがですので、早く抜けちゃいましょう。もたもたするとどんどん襲われてしまいます、多分ね。わかんないけど、そうでしたね。ちょっと遅かったんじゃない、来るの。ちょっと遅かったですね、彼が来るのはね。まあ、もたもたすると襲われるので、早めにあの濃い霧の部分は抜けちゃいましょう。はい、じゃあまたフレアガンを。いやですね、また吊り橋、こういう高いところ。囲まれテーラー、まずはじゃ強いやつをフレアします。フレアして痛い。数の多い方を、お、耐えた。逆にこれ、あらかいく可能じゃないできるのか。あらかいできるみたいですね。できるのか。よし、まあこんな感じでございます。飛んできた炎に注意しましょう。さて、俺原稿取り忘れてないかな、大丈夫かな。この辺はあったっけ、なかったかな。ちょっと忘れていますけども、大丈夫かな。もし忘れていたら次回ですね、次回のパートでご紹介しますので。さて、またアイテムボックスを、ここでフレアガンを補充します。またフレアガン4つになりましたね。割と今回本当に弾があります。ありがたい話でございますね。明かりをつけるんだって、明かりをつけるんだって。橋が壊れていますが、ここに原稿があります。モットはスタッキーのキャビンを残らず探したが、ウェイク夫妻はいなかった。夫妻の車を湖へ向かう道の行き止まりで発見したとき、辺りはすでに暗くなっていた。意味がわからなかった。夫妻の姿はどこにもない。モットは苛立ち、朽ちた吊り橋の残骸を眺めた。ずっと昔に沈んでしまったダイバー島への吊り橋だ。ああ、またボスに怒られちまう。あの誘拐犯のモットっていうのは、まあ、ウェイク祭に、まあ、ちょっかい出そうとしてたんですけど、まあ、誘拐しようとしてたんですが、二人がやっぱりいなくなってしまったことを、であの計画通りに行かなくて困ってたようです。え、つまりはモットはアリスと一緒にいないっていうか、誘拐してないっていうことになるんですけど、これってどういうことなのかということです。非常にまた意味深になってきました。私が説明しなくてもね、綺麗にアランがこう原稿で書いてくれるので。おっとっとっと、こっちか、こっちですね。あっちは行き止まりです。ここがアランタックル、そしてからのアランキックですね。本日何回目か分かりませんけど。そしてなんだか気味の悪いところに来ました。そしてもう一度アランキックです。
さあ、ちょっと、なんか、TZCW、トム。トム、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 トム。おーいえ、トム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 。はい。気味があるんですね。これはね、ちょっと気になるのは、トム、トーマス・ゼイン。CW。シンシア・ウィーバー。ランプおばさんじゃないかと思うんですよね。ランプおばさんはトーマス・ゼインに憧れていた。ということがここでわかるんではないかと。で、この黄色い文字、今まで私たちを助けてくれた、ね、いろんなアイテムを置いて助けてくれた人は、もしかしたらランプおばさんかもしれないということですね。わかりません。極端に闇を嫌う、闇の怖さを語っていたし、ランプおばさん、彼女一体何者なんでしょうか。トーマス・ゼインたちとも知り合いだったという話を過去に原稿で書いてありましたよね。まだ発煙とかたくさん。先行手段1個余っちゃいましたね。さて、おお、なんと囲まれております。これはまずい。まず発煙筒、そしてからの、これはもうバンバン撃っていきましょう。今回は大盤振る舞いです。ポーン。で、これでポン、トーン、パン。もう全部使ってきましたね。おっと、もう弾を残してても仕方ありません。全て出し切りました。ちょっと気になるのが2発目での2発目のね、フレアガンが不発だったような気がするの、気のせいかな。はい、全て出し切りましたと。弾切れ、まあ、気持ちよくいきましょう。ここはポイッポイッと。一箇所ね、原稿を取り忘れてる気がします。鳥が出てきたらこのケーブルカーの前の上に高台に1個原稿があったような気がするんですが、ちょっとそれ忘れてますね。すいません、それ次回、パートでご紹介したいと思います。ちょっとごめんなさい、それ記憶違いかもしれないんですが、コールドロンレイクが見えた。島とキャビンがあったあたりにはポツンと明かりが浮かんでいるだけだった。おそらくボートだろう。もしかしたらこの先かもしれないし、あそこだったかもしれないですよ。ちょっと記憶が曖昧なんですが、過ぎてしまっていたら、あ、次回やります。流行る気持ちと恐怖がせめぎ合っていた。伸ばした手の先でアリスの姿は溶けてしまった。意識が遠のいた。彼女がいた場所にはハートマンが立っている。殴ろうとしたが両手が言うことを聞かなかった。鎮静剤を打った。無理は良くない。やつのなだめるような笑顔が無性に腹立たしかった。今は安静が第一だ。また発作が起きたら困る。君はここの患者なんだ。エミル・ハートマン、アランがですね、本館事務所で殴った先生ですね。おい、ここだ、今行く。何が起きたんでしょう。
はい、エピソード3完了でございます。非常に気になるところで終わりましたけど、今回はここまでにしたいと思います。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。